今回お邪魔したのは渋川市みゆきだラーメン麺屋龍二。朝5時まで営業しているタフなお店。カラオケと併設されているので、歌い疲れてお腹が減ったらラーメンを食べに来るといいかも。メニューはシンプル。今回注文したのは龍二ラーメン大盛り。野菜、ニンニク、油が選べる。今回は野菜と油の量は普通。いただきます。野菜が普通でも結構な量。豚骨醤油のスープをかけて、まずは味見。野菜は好きなのでたくさん食べられるのは嬉しい。チャーシューはとても柔らかい。丼の底から麺を引っ張り出す。今回は太麺。苦手な方は細麺にも変えられるということ。ニンニクを混ぜてスープの味を変える。これをするとスープの味や香り劇的に変わるのが面白い。ふと見つけた赤い壺。やはりこの中には辛そうな調味料が入っている。気まぐれに入れてみたけれども、これはめちゃめちゃ辛かった。さじ一杯で十分。最後まで残しておいた味玉を食べてフィニッシュ。水はセルフ。食券販売機の隣にあった。今回も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。今度カラオケにも寄ってみよう。その帰りにラーメンを食べるのもいいかもしれない。